いかがでしたか。僕は今日は一切ほぼ喋ってません。あ、確かに。メガネぐらいしか。確かに、いつもいっぱい喋る高杉くんが今日は。だから今日僕何もしてないです、ほとんど。そんなことはないですけど。なので、もう一番動いたのは松本さんじゃないですか。まあ、恋に恋する松本さん編みたいな。今まで見たことない。そうですね。感じですよ。なんかね、パン加えて走ったりだとか。はい。楽しかったですけど。私は楽しかったですか。うん。よくあるじゃないですか。ね。うん。本当ぶつかって。はい。その子が転校生で。うん。一人だけあーとか言って。ちょっと最初は嫌な印象でね。嫌な印象で。さっきのあいつってやつ。そう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 。うん、でもなんか。あれでしたよね、はい、ぶつかって俺ちゃんと謝ったんですけど、このメガネって言うかしちゃってました、ね、ちょっと無理くりでしたけど。そこら辺は30秒とかなんで、楽しかったです。あ、じゃあよかったです。僕ゲームです、やっぱり、うん、毎回言ってるよねこれもう、うん、あれじゃないですか、みんな多分もう飽きてるよ俺の答えに。そんなことない、ファンの人は多分毎回こいつゲーム言うやんって。多分ファンの人はゲームって言うだろうな、ゲームって言ったって思って見てると。だってもう今までのこの質問の中で俺何回ゲームって言ったか、うん、そうですね、そろそろネタ作りたいけどゲームしかないんで、僕ゲームは20しかできますよ全然、本当に、うん、でも本当にできそう、できますできます、なんだろう、妄想とか、妄想とかだったらできるかもしれない。おう、どういう妄想ですか。なんかそれこそ理想のシチュエーションみたいな。あ、次の質問が理想のシチュエーションなんで、せっかくなんでさ、そこを具体的に掘っていきましょう。繋げていきます。うん、掘っていきましょう。妄想で。いいんですよ。あ、全然妄想は結構やっちゃう。変な妄想ではないです。ああ、今もう妄想生かす時ですよ。だからじゃなくて今妄想ってさっきの前の質問でそのめちゃくちゃ簡潔に言ったわけじゃないですか。尺的にはもうパツンって切れたところですよ、うん、だからここの振りですよ。海辺を、うん、手をつないで歩いたりだとか、笑いながら、あ、もう幸せなんで、あ、幸せなんで、うん、はい、だったり、だったり水族館行ったり、おう、美術館行ったり動物園行ったり、おう、手つないで、特別な会話はしないんですよ。もうほんとふざけ合う、しょうもないこと言ってふざけ合う、おう、わ、キリ首長いねみたいな、広がらないね。そっから、はい、でも王道、うん、王道といえば何ですか。じゃあ王道ですか、うん、僕ね、今王道って言われてパッて思う浮かぶ情景が学校なんですよね、うん、どうしても、うん、僕少女漫画好きなんで、うんうん、学校なんですよね。今松本さんの話を聞いてると、はい、現代でできる、あ、妄想のジャンルだと思うんですよ、はい、制服なんですよね着てるの。必ずもうすぐ30になろうものが厳しい。厳しいですね、今から学校で、うん、何したいかな。まあ、学校やっぱ、うん、リレーのアンカーで、カッコがアンカーで、うん、で、ちょっとこう前の子とかがちょっとこけちゃって、うん、結構大差なんですけど、うん、その一瞬頑張れっていうので目があって、うん、なんかガッツって走ってて1位取る。ああ、好きな子からパワーをもらってチラッと。でもその男の子はまあちょっと気になる程度だったり、まだそこまで気づいてない段階ですけど、うんうん、いいですね、体育祭とかいい、一着取ってわっていう王道とかいいなと思いますね。体育祭とかいいな、みんなわーわーしてる中で2人だけちょっと抜け出す、その2人の世界に抜け出すとかもいいね。抜け出してちょっと後に会話はそれとあるじゃないですか。ありますね、映画の中、うん、そういう感じです。もう取り戻せないですけどね。はい、もう無理です。無理です。うん。
あります。え、今年のクリスマス僕はありますよ。え、何ですか？ゲームのオーケストラにいます。ゲームのオーケストラやるんですよ。え、どういうこと？好きなゲームの BGM が、なんとオーケストラ、生演奏で見れるんですよ。え、クリスマスに？前ですけどね、クリスマス前ですけどね。それ楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみです。一緒にそのゲームを一緒に始めた大親友と共に、僕はちょっと突撃していきたいと思っています。それは楽しんでください。めちゃくちゃ楽しみます。ちゃんとね、スーツ着て、スーツ着て、あ、オーケストラだから、うん、ちゃんとしてこう、キッカッカッパッっていう格好で、清掃で、はい、グッズ買ってね、いっぱい。あ、グッズ持ってるんだ。楽しそうですね。一方その頃、松本お仕事でもしてる感じですけど。けど？なんですかね。じゃあさ、仕事がなかったらどういうクリスマス過ごしたいの？ケーキとか作りたいかな、じゃあ。おう。どんなケーキ？クリスマスのショートケーキ、なんかサンタさん乗っけて家族と過ごす。ほうほうじゃないよ、はぁーでも普通なんいいんですか、そんな無難で。じゃあなんかその時写真送ってください。理想の恋人がいたとして過ごし方は何ですか？だってせっかくほら恋愛もののそうだね、少女漫画編ですから。僕はなんか盛り上がりたいですけどね、クラッカーとかめちゃくちゃ、もう100発ぐらいクラッカー鳴らしたいですよね。じゃあね、おめでとうブーブーブーみたいな、うわーみたいな。相当な人数いないと100発鳴らせないしね。一歩一歩頑張ってこう。まあお家でそのね、チキンとか用意して、乾杯ってして、あ、外とかじゃなくてお家とかで、もういいなと思うし、ホテルとかでなんかちょっと豪華にみたいなのもいいし、恋人がいたらもう何だって楽しいですよね。あ、答えになってないけど。だそうですよ、全国の松本ほのかファンの方々。つい最近もこれ聞かれた気がしますもんね、2021年、1年を振り返ってどうでしたかつって。だってすぐにあれですもん、1日のこととか何をしてたかっていうのはめちゃくちゃ思い出せますもん。すぐに思い出せる。今年の年始の何してました？お参りに行ってました。家族でお参りに行ったり、でドラマが始まってました。あ、そっか。私も春頃のこととかすごい思い出せるます。でもなんかあれですよ、今年暑いな暑いなって言ってたら、もう寒くなって、え、もう11月ですかって。なんかまだ終われない感じしますけど。まあむしろこれからだと思うんですけど。そうですね、これからだし、これからだし、仕事のそう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 。でもね、なんか CMAU さんの CM も撮らせてもらったり、結構進みましたよね、シリーズ的には。で最後、今年最後のこの CM では、なんか高杉くんが初めて松本さんにちょっと確かにキューみたいな。そうですよね、今まで一方通行だったけど、為杉先生になってましたもんね、みたいなばっかりだったけど、確かにちょっと進んだかなみたいな感じ。